毎日ポジブ。はい、ポジブ歴17年スーパーポジブティーチャー福地でございます。このチャンネルですね、私が毎日ポジブのことを発信することによって見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジブになっていただければ嬉しいというポジブチャンネルでございます。さあ本日のお話なんですけども、本日はですね、僕が今年に入ってからこの1ヶ月の固定費、確実に引かれるもの、支出をですね、削減をして削減をしてというのをやっていて、ようやくですね、今週で一応その固定費をですね下げるところの限界ぐらいまで来たので、これからはですね、今度はお金を稼ぐ、お金を増やす、そっちの方に向かおうかなと思ってるんですけども、じゃあ1月に入ってから僕が削減した1ヶ月どんなものを削減したのか、そしていくらぐらい削減固定費でできたのか。固定費と変動費は違いますからね。変動費というのはもう月でどんどん変わる金額、固定費というのは月必ずかかってしまう金額ということですね。さあ一体僕はどれだけ、お金をですね、カットして削減したのか、こうご期待ということなんですけども、それは一つずつですね、今から言っていきたいと思います。まず、一つ目、携帯代、これはですね、前の動画でもね上げたんですけども、 au から UQ モバイル、 KDDI の中の au から UQ モバイルに変更して、プランを変えただけでですね、昔前までは1万1000円僕は使ってたんですけど、これが2640円になったので約8700円ぐらいのですね、金額が削減できました。で次がですね、 NHK の受信料、これが毎月1260円かかっていたんですけども、ほぼ僕はテレビを見ないので、テレビをですね、捨てました。はい、テレビ捨てたんで、もうテレビないんで、NHK の受信料、これを毎月かかっているのを、これをカットしました。はい、もう今からね、話すこと多分惹かれる部分多いと思うんですけども、はい、実際に、僕が使ってないものなんで、別に自分の生活には全くね、問題ないものなんで、もう変態的な感じなんですけども、聞いてくださいね。はい、続いてですね、漫画のサブスク、これですね、漫画、いちいち一冊ずつ買っていたらすごい金額になってしまうんで、見たい漫画があった時に僕はサブスク入って、そこでこう見てたんですよ。サブスクだったらもう月いくらって定額で決まってる金額があって、880円で金額で決まってるもので読み放題だったんですね。まあこれをもう読まないんでやめました。これ880円。これもですね、0円になりましたね。で続いて生活費、僕大体の月生活費をですね3万円ぐらい使っていたんですね。外で外食をしたりとかですね、まあ服を買ったりとか、生活費でいろいろ買ったりとか、まあそういうものをですね見直しまして、ほぼ今外食はしておりません。ほぼもう全部自炊です。でお店の余ったものを食べるみたいな、で無駄なものをですね削減して、そういう昼ご飯とかは夜ご飯っていうのは基本はもう全部自炊になったので、ここでですね、あと生活費もですね、僕はふるさと納税でラップからティッシュからですね、トイレットペーパーから整髪料から柔軟剤から洗剤からっていうのを全部僕はふるさと納税で、返礼品でですね約1年分ぐらいもう今貯めたんで、まあ、これも使わなくなって、結果3万円の生活費が1万円になりました。これ2万円削減しましたね。はい、続いてですね、引かないでくださいね。はい、飛行機代、月に2回ですね、僕は北海道に行っていたので、往復の飛行機代だいたい今までは5万円近くかかっていたんですね。2回往復 してたんで、でこれがですね、いろんな勉強しまして、飛行機いかに安く行けるかというのを勉強して、まあ、結果5万円だったですね、飛行機代が今3万円になりました。だいたい往復で1万3、4千円で北海道まで行ける、そのやり方というのをですね、マスターしました。はい、これ詳しく聞きたい場合はですね、僕に連絡ください。安く飛行機で行くやり方っていうのが実はあってですね、僕もですねおかしいなと思ってた部分がすごくあったんですけども、こうやれば安く飛行機往復で行けるんだっていうねやり方ありますんで、もし来たい人は僕に聞いてください。で続いて保険ですね。僕は大体1万3000円ぐらい保険を毎月払っていたんですけども、これをですね、1097円の生命保険のみに変えました。はい、まあ、これもねいろいろ理由はあるんですけども、別に保険がね入っててダメなものでは全くないと思いますし、ただ今の現時点の自分であればこの金額で十分だという判断をしました。
はい、これはですね、家族とも話をして、こういう形にしました。はい、で続いてですね、コスモライフというですね、お水をですね、定期的に、お水をですね、新しいのを入れていたっていうのが家にあるんですけども、まあ、それを解約しました。はい、実際にですね、使ってなかったからです。はい、こう使ってないのにずっと定期的に880円払っていたんで、これを、カットしましたね。はい、その続いてですね、Google Japan というところからカードで毎月ですね、定額で500円ですね、引き落とされたものがあって、それをですね、細かくですね、調べていったら、 Google One というところにですね、定期的に携帯のデータを拡張する定期契約になぜか入っていまして、500円ずつ取られていたのを、これを解除しました。ね、こういうの絶対ね、カードの明細見て、これなんだろうっていうことがね、あったらもう突き詰めてください。無駄に払っていることありますね。これ500円カットしましたね。で、あと美容室代、僕いつも白髪染めとカットで大体月6000円ぐらい払っていたんですね。毎月、月1回行ってたんですけども。これを、白髪染めは市販のクリームに変えまして、カットはもう1000円カット。キュービーの1000円カットに変えました。まあ、これで約1ヶ月1300円になったんで、これが4700円ですね、削減できましたね。あと紙の請求書、これ口座引き落としに変えました。紙の、ね、請求書にするだけで330円ぐらい実は取られてるんですよ。紙の請求書ってすごく無駄が多いので、もうエコ的にもね、地球的にも紙はもったいないんで、もうこれ全部口座引き落としに変えて、これで1500円ぐらいですね、5個ぐらいの口座の紙のですね、請求書を全口座引き換えに変えましたね。はい、続いて自宅のテレビと冷蔵庫のコンセントを抜いた。はい、テレビ見ないんで、まあ抜きますよね。で、冷蔵庫を一切使ってません。今家で料理を作らないからです。でも冷蔵庫って 1日37円ですね、電気つけてるだけでかかるんですよ。で、テレビは約13円ですね、つけてるだけで1日かかるので、これ1日50円の削減になりましたね。なので1ヶ月にしたら1500円の削減になりました。はい、続いてネットフリックス、これですね、今全く見てないんで990円、もうこれも回復です。はい、回復しました。あとですね、熊本にですね、僕寄付で毎月500円、クラウドファンディングのですね、寄付のところで払っていたんですけども、現状いろいろ見直してですね、ちょっと一旦これは止めようと思いまして、この寄付500円をやめました。はい、ということで、一体1ヶ月どれだけ僕が固定費を削減できたかというと、1ヶ月7万2803円削減に成功しました。これは、もう単純に今までの生活ほとんど変えないで、単純に固定費で削減した金額ですね。これ年間にしたら87万3636円と。本来普通に生活してたら、これだけ1年間87万3000円ぐらいをですね、払っていたものを、この1ヶ月でもう削いでですね、その金額になったんで、もうこれで一応守りを固めました。はい。なので今度は、稼ぐ方ですね。お金を稼ぐ方にちょっと切り替えて、しっかりとね、今のこの先行き見えないね、コロナというものを少しでもね、今のうちに貯蓄もね、増やしておきたいと。これはね、ポジティブに考えてね、最低のこう無駄なものをカットしながら、でも生活でね、不自由する生活っていうのはほとんどこれないですから、基本今まで出してたこうお金をキュッとね、まとめたと。それだけでね、7万と2803円カットできましたんで、まあこれ聞いてね、やりすぎだろうって、お前それはないよって思う人もいると思います。はい、でも僕そこの部分では変態なんで、もうこういうの結構ね、やろうと思えばいくらでもできちゃうんで、こういうふうにやってます。皆さんにやってくれということじゃないです。はい、こういうふうに削減したちょっと変態な男がいたよと、それぐらいのね、気持ちで、いていただければと思います。はい、一応ですね、この1ヶ月、1月に入ってから僕がその削減したものの話をさせていただきました。何かのね、ちょっとヒントに なっていただければね、おそらくね、テレビを捨てるとかね、冷蔵庫のコンセント抜くなんて普通はできないと思うんですけども、まあ、こういうふうにやって僕はですね、削減して、少しでもね、月の固定費を見直したという話を今日はさせていただいたんで、はい、以上ですね、変態的な僕の倹約のお話をさせていただいたということで、以上、毎日
ポジブ、ご視聴ありがとうございました。はい、皆さんはですね、ここまでやらなくてもいいんですからね。はい、僕だけです。失礼しました。